さあ、始まりました。始まってないですけどもね、もうちょっと待ってくださいね。12時30分からの予定でございます。速稼塾の久保でございます。今日はですね、ツイッターの使い方とツイッターでこんな良かったことがありますとかね、いろいろとツイッターを中心にお話していきたいと思いますが、今日のお話の相手は足軽さんこと西山和成さんだったかな。すみません、間違えてたら大変申し訳ないんですけども、12時半から対談の予定でございます。まあ、ちなみに私、ツイッターはね、2013年からだったかな、始めたと思うんですよ。ちょうどインターネットってものを本格的に触れて、でビジネスに使った、つまり速稼塾が、その運営がスタートした時にツイッターっていうのをね、スタートした覚えがあります。最初はね、手動でポチポチ言ってたんですけども、しばらくすると、ツイッターを自動で発信するツール、ツイボットとかね、オートツイートっていうものを知ることができまして、今はそちらの方が中心に発信活動をしているかなっていうところですね。しかしですね、ツイッターはね、主には情報収集ツールとして、閲覧は1日に3000から4000ぐらいツイートしてるんですね。あ、どうもおかえりくさん、ありがとうございます。お楽しみにお待ちいただきました。お忙しいと思いますのでね、席を外されることがあるかもしれませんけども、その際はお気になさらずね。えりこさんのね、長所も今日はこうやって紹介した方がいいですね。これ、おっと、ちょっと見えにくいかな。はい、こちらでございます。岡えりこさんの書籍、皆さん読んでくださいね。最初の一歩は電話相談ということでございます。はい、どんなメディアからもビジネスは成り立ちますし、人との出会いは成り立ちます。そして、どんなメディアでもどう使いこなすかが全てでございます。まあ、インターネットのツールって言ってもいろいろあるんですけども、例えばね、電話っていうのも一つのコミュニケーションツールですから、電話がね、上手になると、そこからでもきちんと人生っていうのは立て直すことができるのかなっていうところですね。それがこちらの本にもちょっと書いてますんで、まあ、ちょっと今抜粋して読むことはね、控えさせてもらいますけども、ぜひお読みいただければと思います。Amazon で、Kindle ダウンロード可能でございます。もしよかったらね、えりこさん、URL などコメント欄に貼っていただくとよろしいかなと思います。まあ、検索していただければね、Amazon で出ると思いますので、ご覧くださいませ。そして、ご購入よろしくお願いします。一人何冊買っても OK です。おすすめです。おすすめしすぎてますね、私もね。はい。でも、おすすめしすぎるぐらいじゃないとですね。はい。そうですね。ネットがなければ、このご縁はありませんでした。ツイッターもぜひね、活用してみてください。今回の足軽さんですけども、まさにね、ツイッターがなければ出会えなかった関係でございます。その他、今日は紹介しませんけども、ツイッターによって、私のね、人間関係のこのね、実はフィールドっていうのが一つあるんですよ。まあ、それもおいおいお話していこうかと思います。YouTube では、話すことがなかったツイッターでのグループ、コミュニティのことですね。はい。そろそろ足軽さんよろしいでしょうか。足軽さん、もしよろしかったらログインしてくださいね。マイクの権限をお渡しします。ミュートの解除を求めるをクリック。はい。で、今日はですね、ツイッターのこともそうなんですけども、お、聞こえたかな？はい。入ってますね。これ画像がね、はい。ちょっと僕の静止画になったんですが、はい。カメラをこれ、押したらいいですかね。うん、はい。押してみてください。はい、出てきましたね。はい、出てきました。こんにちは、どうも会長。おはようございます。お疲れ様です。会長。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。足軽です。よろしくお願いします。はい、ではね、今日は岡えりこさんというね、ライターさんがお一人来てくださってますけども、主には YouTube でご覧になってる方が多いと思います。100名ぐらいの方がご覧いただけると思います。あ、100名おられるんですか、今。だいたい100名ぐらいの方がね、これ YouTube にアップすると見てくださるんですけど。あ、了解です。皆さん、はい、すいません。足軽と申します。よろしくお願いいたします。はい。ではね、一つずつ、はい、今日は足軽さんのことを紐解いていきたいなと思いますけども、早速ですけども、はい、お名前とね、はい、活動地区、普段いらっしゃるところとか、あと、普段どんなことをされてるのかなと、私のね、印象ではね、タクシーにちょっと関わっていて、それから、まあ、お坊さんというか、うん、お寺さん、宗教関係やってたのかなと、ちょっと記憶の隅にあるんですけども、それにお仕事に限らず、趣味とかね、なんか好きなことでも構いませんので、
以上、自己紹介簡単にお願いします。はい、はい、皆さんどうもこんにちは。倉敷在住のね、ツイッターで足軽でね飛ばしております、このヤギみたいなね、おじさんなんですけど、西山と申します。よろしくお願いいたします。通称はね、足軽と申したりね、目とね、目と肛門目と肛門、下ネタになってすいません、身と肛門をちょっと混じらせてね、目と肛門と言うたりね、はい、いろんな名前を使っておりますけどね、一つ皆さんお手柔らかに、職業はですね、その通り、国の認可事業、個人タクシーのドライバー、もともとね、はい、長距離というか、まあ、旅客の方ね、まあ、俗に言う観光バスに乗ったりしょったんですけど、まあ、それを卒業いたしまして、まあ、無事ね、10年間無事故無違反で広島に試験を受けて、個人タクシーの、認可事業者でございます。それでまあ皆さん、強烈なインパクトが、あるかもしれませんけどね、動物保護活動をね、別口でやらせていただいております。まあ、呼びかけ、保健所のね、譲渡会の呼びかけ等をね、宣伝カーを使ってね、やらせていただいております。まあ、強きをくじき、弱きを助けるというね、言い方は格好がいいんですけどね、本当は心の弱い男なんですけどね、本当はね。でもなんとかね、強を生きていかねえけんのでね、まあ格好だけですけどね、お坊さんではないんです僕は。宗教法人がございましてね、真言宗の宗教法人の、まあ、あんまり申し上げにくいんですけど、ね、私が、経営責任者になっております。お寺のね、小坊主です小坊主です。まあいろいろね、久保会長のね、ツイッターおよび、このなんていうんですかね、 YouTube ですかね、 YouTube の後でね、見る、ライブじゃろうって、まあ後で見る、録画をですね、いつも前から拝見させていただいておりました。ありがとうございます。まあ一番羨ましいのがね、トランザムナイト2000ナイト2000いいですね。僕も昔乗ったんですよ、マッハ1に。はい、青春時代にね。はい、なんせ燃料が60リッターしか入らんのにね、昔のギアツマッハ1はね、燃料タンクが60リッターしか入らんのですよ。うん、でまあ例えば福山の町へ行って帰ったらもう空になるんですね。リッター2キロぐらいしかいかんのでね、うん、まあそういうふうな青春時代も過ごしました。はい、今、まあ、欲しいのはね、コブラが欲しいんですけど。おお、いいっすね。今実情ね、買えません。まあそういうことでね、まあ皆さん、倉敷のね、ツイッターで足軽で飛ばしておりますんで、ご隠居こと久保会長ともともね、足軽一つ皆さんよろしくお願い申し上げます。自己紹介は以上でございます。はい、ありがとうございます。何か質問ありますか？質問がありますか？はい、いろいろと準備してますので順番に紐解いていこうかと思います。どうぞ。まあお車の件とかはね、またおいおい、盛り上がるとしてですね、まずね、はい、まあこの視聴者さん、主には私の YouTube チャンネルをご覧いただいている速稼塾の塾生さん中心だと思うんですけども、うんうん、まあ、そもそも足軽さんが私のこのね、YouTube か、まあ、久保哲郎っていう人間か、速稼塾か、なんか分かりませんけども、出会ったきっかけっていうのは、ちょっとどんなことだったのか、ちょっと覚えてらっしゃる限りでお願いします。ね、やっぱり YouTube ですね、うん、非常にね、このコロナ禍において、2019年の12月ぐらいですかね、私が記憶ストロングが。はい。それで、2020年の3月17日に、事業を停止しました。はい。なぜかと言うたら、まだこのジジイにもね、まだ夢があるんですよ、まだ夢がね。うん。うん、で、まあある程度のね、今まで補填の悪さはしてきたんですけどね、市の職員になったんです、今。はい。詳しいことは申し上げられませんけどね。はい。それで、ある程度のね、自分の
意見がね、もう持って上がれるんですよ、役所の方へね。はい、はい。それで自分の希望がね、一つずつね、うん、実現できたんですよ、今。はい。こう例えば、この町をこういうふうにしてくれとかね。はい。例えば川のね、土手が低いんでかさ上げしましょうとか、浚渫しましょうとかいう意見がね、はい、僕自身が持って上がれる立場になれたんですよね。はい。それでまあもちろん速稼塾すぐ稼げるね、はい、会長のまあモッピーいろいろ僕も研究しました。はい。しかしまあそんなにね甘いもんじゃないかなと。うん、まあポイントとかね、そういうな、僕は燃料入れても何入れてもポイントっていうのはね、もう時間の無駄じゃ思ってね、入れないんですよ。持っとんのは持っとんです、ポイントカードもね。はいはい、しかし普通のクレジットカードおよび現金決済でもうポイントをご利用しますかと言ったら、もういいえのボタンを押してしまう、時間がもったいないというかね、せせこましいというか、いらしきなんですよね、僕が。でまあじっくり紐解いていけば、モッピーもね、稼げるその可能性もあるんですけど、うん、まあ久保会長にこういうことをね、私が発言すれば大変失礼かも分かりませんけど、まあ、はい、ビットコイン、はい、仮想通貨の、はい、私は大量に IOST とね、それから少量のネームをね、持ったんですよ。はい。でまあこれの原理原則として、まあ下がった時にそこをね見る眼力といいますか、目の力ね、IOST は私この間3円ぐらいで仕込んだんですけど、うん、2円20銭ぐらいまで下がるかなと思ったんですけど、2円ぐらいまで下がりましたね。ちょっとね、うん、読みを誤りました。うん、で大量に仕込んだ時が3円であったんですけどね、はい、ネムはね、この間5円の底ですくい上げましたね、うん、ネムは。下がった時に仕込んでね、うん、上がった時にね、話せば、これは利益が出るんですよ。これが速稼塾、すぐ稼げる塾の、塾員じゃないんですけどね、僕はね。久保会長がいつも YouTube でこうやって流される、はい、ことと同じことを僕も言う思うんですけどね、うんうん、とにかく先を読む力、うん、どこまで下がるか、うん、その自分の標的的とする下がるところまで待つ、うん、とにかく待つ、うん、もう待つのが仕事ですね、これ、はい、ちょっと下がった時にはずっともう力いっぱい買い上げる、それで上がるのを今度待つんですよ、今度はね、はい。上がった時にはもう少々失敗する時もあります、そりゃ。はよ、打ってしもうって。昨日はね、私、1時間ほど昨日チャンスがあったんですけど、ネムで。はい。その1時間のチャンスをね、犬の散歩しよったんですよ。うん、うちの犬の散歩ショールね、1時間の間にドーッと昨日上がって、8円ぐらいまで上がって、またすぐ下がっておりましたけどね。うん、まあチャンスを逃しましたけど、またネムの場合はチャンスが来ると思います。うん、それで大勝ちをする言うたらね、ちょっと僕らはね、やっぱ資金の面でね、何百万何千万という大量資金を投入できませんのでね、うん、大勝ちというのはないんですけど、うん、数十万円の小銭でね、1.5 倍にしたりね、2倍になったらええかなと。速稼塾の皆さんも慌てんようにね、亡くなった子供の数を数えるようなことがないようにね、本当にね、僕の人生、言葉が悪いんですけど、死んだ子の子供の数を数えるってね、失敗した時に人生を、あの時もうちょっと我慢して持っとけばよかった、こんなに上がっとんのりというね、後悔をせんためにも、しっかりと投資している方がおられましたらね、見極める。FX なんていうのは昔流行ったね、30年前流行ったポーカーゲームと一緒ですから、うん、ビッグかスモールかね、うんうん、2つに1つのね、売買ゲームしようもんね、これはね、やめた方がいいと、絶対に勝てません。絶対にというのはね、ちょっと言い過ぎですけどね、まず僕は勝てないと思います。はい、他に質問が何かありますか？まだまだありますんで。
今回はね、出会ったきっかけからいろいろ話が膨らんでたんですけども。出会ったきっかけはね、そのやっぱり YouTube ですね。はい、ありがとうございます。YouTube 見て、それでまあ Twitter でね、はい、ね、どっかで、ね、このコロナが落ち着いたらね、合流しましょうという格好でね、終わっとったと思うんですけどね。はい。なぜこの望遠鏡に興味を持ったかと言うたらね、はい、まあ、先ほども申し上げたように車とね、それからすぐ稼げるというこの事故の名前、はい、素晴らしいじゃないですかこれ、はい、なかなかすぐ稼げることはないと思うんだけどね。あ、はい、だけどまあ会長慌てずにね、まだその会長もお若いしね、まあ僕はまあさて置いといて、まあ閲覧している皆さんもね、まだ若い方が多いんでしょうからね、やっぱりこの今のね現状、コロナはね、このガセだとかね、そういうものはないとか、そういうふうな発言をするバカげた人間もおるけどね、ありますから、体に重篤なね、後遺症を残すよね方もおられますんでね、まあ皆さん恩に大切にね、危険なところには立ち寄らない、うん、それで今政府が言っとるマスクを外せとかね、そういうふうなまあガセとは言わんのんですけどね、まだ非常にまだ危ない経済をね、活性化させるためにどんどん言ってね、外せ外せって旗を振ってね、2万人のね来訪者を入れるというっていうようなとぼけたことをよる人間もおるんだけどね、これにまだ忘れることなくね、自分のね健康管理にはね、誰も助けてくれません、誰も守ってくれませんので、自分で健康管理をね自分で守っていただきたいと、そのように思います。まあ会長、まあ出会ったきっかけはな、ね、いつかコーヒーね、缶コーヒーとメーカー一緒に合流して飲みましょうというあれっきりになってますけど、はい、まあそのうち会長会えますから、また一つよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これもういろいろと準備はしてきたんですよ今日、はいはい、足軽さんとお話するために。ただこれも、はい、足軽さんフリーに喋ってもらった方が良さそうなんで、あとお任せしてもいいですけど、どうしますか。いやいや、質問にお答えしたいですね、質問に。あ、そうですか。はい。あ、じゃあ進めさせてもらいます。すいません、どうぞよろしくお願いします。まあ、足柄さんもこうやってね、ご自身のお考え持っていて、それをねやっぱこう話したくて話してしょうがない部分もあると思いますんで、結構私が口を挟むところがないんで黙って聞いてはいたんですけども、一応ちょっといつものスタイルに戻させてもらって、私がたまに質問するんで、はい、それについてまたお話しいただければと思います。はい、で今日はね、ツイッターの出会いっていうことにフォーカスしてテーマとしてお話しする形だったんで、ツイッターを使ってね、こんなことがあったことは、あんなことがあった、こういうふうに使ったらいいよみたいなのが少しでも皆さんに伝わればいいかなと思ってたんですよ。でツイッターを使ってこう足軽さん発信される中で、私との出会いもこうやってあったわけなんですけども、例えば足軽さんがツイッターをね、使って普段どんな発信をされてるのか、その例を、活動例を紹介していただいたらと思うんですけど、そんなことってできます？はい、今までの過去の動画の中に上がっとると思いますけどね、やっぱり動物虐待、うん、動物虐待を行ったと、うん、そのようなね、やっぱり生き物ですからね、やっぱり虐待してその情報がこの岡山県内であれば、うんうん、警察当局の道路使用許可というのを我々取るんですよ、そういうふうな運動するときにはね、はい、うん、で選挙カースタイル、まあ、はい、選挙カースタイルのようなね、格好の車をですね、家の横に横付けしてね、はい、この辺でというね、ことを言わせていただくんですよ、猫をね、虐待して、可愛い子猫の命をね、はい、亡くしたものがおるだろうということをね、はい、言わせていただいた。それから、まあ、行政、それから、まあ、先日というか、もう
ちょっと時間が経つんですけど、地元でね、あの池の中に投げ込んだ人間がおるんです、やからがね、猫をね、来たまま。これは、警察当局がね、動かんのでね、あまりにも動きが鈍いんで、担当所轄のね、警察署の方に凱旋行ったこともあります、抗議をしにね。別に悪いことをしに行くんじゃない、本当のことを言うんですからね。別に構わんと思います。はい、それはツイッターでされてるってことです？いや、ツイッターでね、画像を流すんですよ、画像。かわいそうな、ね、虐待されてるところで。いやいや、凱旋風景とかね、それから、まあ、喋ってるところをね、録画に撮ったやつをツイッターに上げ、2分20秒まで、ツイッターで流せれますんでね。はい、2分20秒までね。自分の、ホットファイルの方からね、取り込めますんで、ツイッターの方へね。うん、うん。うん。それで、自分で撮った、ホット、私、iPhone ですから、ちょっと、はい、よその携帯のことは分からないんですけどね、iPhone でしたら、ホットという、ところへ取り込んだ写真、およびムービーをね、2分20秒まででしたら流すことができますんで、皆さんもよかったらね、これ活用してみてください。もともとはね、西日本豪雨の真備町のね、使った、皆さん、お家へね、ペットフードを私ら届けきょったんですよ、ずっと。避難してくれ、してくれという行政の指導のもと、避難しない方がたくさんおられたんですね、当時。なぜかというとね、やっぱり猫とか犬とかをね、こうやって抱いてね、避難所にね、行けないんですよね、皆さんね。それで壁に水圧で穴が開いとるのにね、その2階で寝たりね、電気が止まっとるのにね。そういうふうなご家庭にね、少ないですけどということで、全国から寄せ集めたペットフードを1トンぐらいね、配りました。1トンぐらいね、分けて。当時貨物車の、まあね、ボクシーで配ったんですけど、7回、8回にわたって水とね、それからペットフードを各家庭、犬、猫がおられる家庭にね、配って歩きました。まあ、それがまあ大体、最初ツイッター活用したきっかけになったかな、最初の。うん。なるほどね。はい。はい。ではね、ツイッターの魅力ってのは一体どういうところにあると思います？はい、ツイッターの魅力はね、やっぱり拡散、フォロワー数がね、何万と思っておられる方がおられるんですね、フォロワー数をね。うん、そういう方にね、フォローして、フォローバックしていただけたらチャンスですよ。うん、私はもう1600ぐらいのフォロワーしかないんですね。はい。1600ぐらいのフォロー自分がしとる。うんうん、それから、相手方が私のことを監視してくれてる人が1600ぐらいおるんですね。はい。その中にお医者様もおればですね、学校の教員の方もおられるし、教育の立場の発言されてる方もおられるし、はいはい、看護師の方もおられるしね、はいはい、いろんな方がおられるんです、1600人の中にね。うんうん、たまには有名な、これもはっきり言って、もうテレビに出るんで言いますけどね、宇都宮のインターパーク、倉持先生、テレビよう出られたのね。倉持先生、眼鏡はめられた、コロナでよく見かけられる先生とも僕、つながっとんですね。あ、なるほど、私、テレビ全く見ないんで知らないんですか。倉持先生と、閲覧の者の方には分かる方もおられる思うんですけど、この方がね、リツイートしてくれるんですよ、リツイート。うんうん、僕の意見が、ああ、この人の意見いいな思った時にはね、二重丸がついたらね、リツイートを言ってね、この私の意見を皆さんに開示してくれるんですね、これ。そしたら、その方がね、万人のフォロワーを持っとった万人の方に拡散していくんですよ。はい。私の意見がね。ええ。これは、テレビコマーシャルでね、それ例えば、午後、例えばね、13時からのコマーシャルにね、一発流して、はい、15秒のコマーシャルで見る時間を逃す人もおるかもしれんけどね。はい。はい、ツイッターというのはずっと後からでも見ることができるんですから。うん。これリツイート、例えば久保会長が例えばこういう意見があるんだと、うん、いうことをね、ツイッターで流したときに、万人のフォロワーの方がですね、持っておられる方が、うん、ボタン一つでリツイート、次の人にまた紹介してくれるんですよ。
はい、これがどこまでつながっていくかというかね、わからんのですね。うん、私 のツイッターでね、一番広がって、まあ、あの閲覧してくれたのが6万人ぐらいね、うん、見ていただいた私の意見、うん、これはまあまあ、言っちゃなんですけど、まあ、ほんまのことですから言いますけど、石原誰だったかな、ノブテル、うん、選挙で落ちて、うん、ざわみろって言ったら、これ6万人ぐらいのね6万人ぐらいの人がいいねしとったね。あれはツイッターというのは恐ろしいですよ。ツイッターというのはこれどこまで広がっちゃうか分かりませんのでね、はい、まあそういうふうなね、まあ、肝心要の自分のね、発信力言うても自分の大声で「おい!」言っても届かんところまで届くのがねツイッターではないかなと僕は思います。これツイッターの利用価値はあると思います。となると、ご自身で足軽さんのフォロワー増やそうというふうな考えには至るってことですね。いや、僕の方からね、あんまりフォローすることないんですよ。あ、いえ、そうではなくて、足軽さんのフォロワーが1万人とか10万人になればいいと思うんですけど、足軽さんが誰かをフォローするんじゃなくて、そういうふうにはいや、それはね、やっぱりね、僕がね、動物のことを発言、発信しよってから、途中からね、うんうん、コロナ発言に変わったんですわ。あ、はい、これでね、非常にフォロワーが逃げてい、うん、行ったんですね。これ、正直300ぐらい減りましたね、フォロワーが、うん、フォロワー数がね、はい、だけどまあまあ逃げる、来るもの拒まず去るもの追わずの僕は昔からのね、今までの生き方ですから、うん、もう来るもの来る人はもう拒みません、うん、去るものは追いませんから、うん、それで今まで人生生きてきとんでね、うんうん、まあまた1600まで戻ったんだから ええかなと自分自身では思うとんですけどね、うんうん、まあ皆さんよかったらね、アットマーク足軽196にね、はい、フォローバーしてくだされば必ずフォローバー、フォローしてくだされば必ずフォローバックいたしますんで、うん、よろしくお願いします。はい、そうですね、やっぱりこうフォロワーは少しでも大きい方がね、影響力のある人を介して自分の発言が広がるのも一つの魅力なんですけども、そういうことですね、を使わなくても自分自身の影響力があれば済むことなんで、本当はそれを目指したいところだとは思うんですよ、ツイッターの魅力としては。それはね、やっぱり会長、時間がかなりかかると思います。その通りなんですよ、うん、時間がフォロワーを増やした人っていうのはその時間を使ったわけじゃないですか、はい、だからそこはなんか乗れてラッキーじゃなくって、その人にやっぱ敬意を込める意味でも、人の使った時間も自分も使わないとなみたいな発想になるのかなと思ったんですけど、いやいや、あまりね、人のね力をね、私自身が借りたくないんですよ、そういうふうな、みんなをね、例えばまとめてフォローしますかいうのがありますけどね、最近なんていうんですかね、ハニートラップいうんですかね、はいはい、出会い系とかね、はい、ああいう風なのがね入って混じっとんですね。みんな僕は消していくんですけど、次か次、うん、ずっと昨日か一昨日もチェックしてね、はい、100ぐらい消しました、はい、ああいう風なのが混じってね、ツイッターで載ってフェイスブックですかね、うんうん、あれなんか僕は乗っ取られましたよ一つ、うんうん、それでまあまあこれ外国人に乗っ取られたり、もう何でもかんでもみんな承認しとったら大変なことになりますよこれで、最近はちょっと慎重になってね、うん僕自身もね、何でもかんでも承認せんのんですよ。うん、フェイスブックはね、一回乗っ取られました、一回ね、うん。悪用されます。はい。はい。その、ツイッターにしてもフェイスブックにしても、なんか人が、なるほどなとか、その通りだよねっていうふうな発信をすれば、フォロワーは増えてくるような気がするんですよ、ローせず。おお、まあ、じゃないかなと思うんですよ。まあ、そうでしょうね。逆に人の不幸を願うような発信は、うん、あんまり人気がなくなるというか、そんな原理があるのかなと思ったんですけど、どう思う？まあ、僕の発言がね、ちょっと厳しいというかね、口が悪いというかね、まあ、うん、態度がでかいんでね、僕がね。あ、そうなんですか。態度が大きいんでね、で、まあ、ざまみの発言が今までね、うん、6回も7回もありますんでね、まあ、もう発言の途中でね、頭に血が上ったら、ざまみろ言って言ってしまうんですわ。まあそういう人にはそういう人のファンがつくとは思うんですよ。だけど例えばね、ボクシングで有名になった竹原慎二さんという広島の方は、
ものすごく偉そうなんだけども人気があるんですよね。なるほど。ああいうふうに本当に胸をあげるようなことでも確かになと思わせるような叱咤激励なら人はついてくると思うんですよ。でそこで、ね、なるほど、足軽さんは行政のちょっとこう職員さんの立場もちょっとあると思うんでちょっと気になったんで聞いてみたいんですけども、はい、私はスーパーマーケットに勤務したことがあったんですよ。ハローズっていう会社です、うん、ご存知だと思います、うんうん、スーパーですね、24時間やってるスーパーハローズに入社してまあ、いろんなね、現場に行ったんですけども、それはハローズの手を借りて行ったか行かないかちょっと別にしてですね、屠殺場に行ったことがあるんですよ。おー、なるほどね。牛を殺すところです。で、うん、逆さにして小さげで血抜きをしてるところとか、あとはハローズで直接お世話になったのは魚を捕まえてきて首を落としてで調理して食べるっていうところなんですけども、さすがにね、毎日のように生き物を殺してる現場にいると、まあ、ちょっと麻痺してくるところがあるんですよね。で、まあ、そういった段取りもあったりとかするんですけども、あと逆にっていうか別に行政の仕事として保健所ってのがあるじゃないですか。あります。毎日犬や猫を行政の仕事として税金で殺してると思うんですよ。いや、広島はね、僕も詳しくは存じ上げておりませんがね、岡山県ではね、殺処分はほとんどないんですよ。うん。なぜかというと、譲渡会でね、ほとんど譲渡されます。あ、そこなんですよ。そのために僕らが案内一生懸命駆けずり回るんですよね。はい、譲渡会がな、それでどうしてもね、もう色の、まあ僕らみたいに色の黒いね、このヤギみたいなひげが生えとるな、おじいさんみたいな、こういうな犬とかね、こういうな猫になったらね、岡山県動物愛護センターというところにね、回されるんですよ。これは岡山県の北区の方にあります。昔の旧三というところへね、うん、7万平方メーターぐらい、とんでもとてつもない広いところへね、回して、それでも、どうしても噛みついたりね、職員さんに、するような、犬とか、暴れる猫はね、もうやむをえなしに殺処分もあるかもしれません。説明を受けたんで、これが殺処分器です。ガスでね、命を眠らしてね、ガスで、それで命をね絶つような仕組みのガス釜があるんだけどね、これも説明してもらいましたけど、これ使いようんかやったら、いや今使ってません、顔が怖かったからそういうふうに言ったんかもしれませんけど、まずね、岡山県ではね、ないと思います。一番殺処分が多いのは四国。これは四国の方はね、殺処分が非常に多いんです、今。で、広島もね、多分広島も殺処分があるようなことを聞きたいような記憶もあるんですけど、神鍋の方になんかあれはなんとかいう、保護施設がなかったですかね、ピッチャー前田健太の資本が入った、動物のドッグランとかね、そういうふうな保護施設があると聞いたんですけどね、神鍋町の方へ。僕の空耳かもしれませんけど、多分 あるような気がしたんですけどね、あっこらはたくさん飼育しているんじゃないんですか、あっこらで。私からちょっと言いにくいんですけども、うん、実際はあんまり、ここでお話しできるような綺麗なもんではないかなというのが、ね、私の見てきた現実です。ああ、やっぱり行かれとんですね、やっぱり現地へね。まあ非常に残念な面ではあるんですけども、収容したすべての野良犬野良猫が幸せな余生を行政の管理下で送ってるっていう現実を信じる人はいないと思うんですよ。おーですね。まあ僕もね、半疑ですけど、私の住む町ではね、ほとんど 90% から、100% の近い数字でね、譲渡されています。そこなんですよ。どうしても譲渡できん子がおった時には、ボランティアさんがおるんですね、この、はい、シャンプーしたり爪を研いだりする。はい、この方たちが期限が切れた子を預かって帰りおりますね。うん、大変素晴らしい方が我が町にはおるんですよ。我が町にはね。うん、だから全てがね、行政側が悪いということは限らないと僕は思います。はい。僕はね。とりあえず、
はい、いいですか。この件は、はい、はい、この件は以上です。はい。まだちょっと質問の途中ではあったんですよ。いろいろと。今2つの例を申し上げたのは、一つでは、はい、犬や猫ではないんだけども、食用に意図的に人間が殺している動物がいるっていう現実です。一つはね。で、もう一つは、ワンちゃん、猫ちゃんは、やっぱりこう、野良犬や野良猫っていうのは極端に減りました。すごく、この30年ぐらいで。それは、老衰して死んだわけではないっていうのは、多くの人が、まあ、思えば噛み締めるところであったり、時には動物を一手に引き受けて、まあ、広島でもね、そういう刑事事件に発展したようなことが、過去何度かあったんですけども、実際に預かってはいるんだけども、そこでは病気になったら放置、餌もほとんどやらない。で、自然死したのを事故死として扱うみたいな、ちょっと、まあ、黒い施設もあるわけなんですよね。それは今でも、現役で動いてるんですよ。でも、誰も手が出せないし、それは黙認するしかないってことになって放置されているんですね。あと今、譲渡っていう話もありましたけども、譲渡先でどうなってるかっていうのは、ほとんど触れられていないっていう現実があったり、例えばね、実験に使うために譲渡みたいなのも、残念ながら未だにあるんですよね。で、これ何が言いたいかというと、ここが質問の論点ではないんですよ。ここではなくって、例えばツイッターを足軽さんがやられてるじゃないですか。動物愛護だーって言って叫んだときに、保健所にお勤めになってる方や、実際に屠殺場でお勤めになった方が、フォローしにくいような現実はあるんじゃないかなと思って、そういう不安はないですかってことを聞きたかったんですよね。例えば私はロスジェネについて、ロスジェネをなんとかしようよみたいな発信をするんですけども、70代、80代の方も、いや、俺たちも大変だったよ、戦争したんだぞみたいなこと言われたら、あ、確かにロスジェネだけがロスジェネじゃないよねみたいなことで、逆に僕らの40代、50代の現実を知ってくれって言ったら、いや、お前ら結構楽な方だよって意見があって、あ、こういう人が僕をフォローしないんだなっていう現実に気づいたんですよ。ですんで、本当にね、フォロワーさんを増やすってのは、そういった別の考えの人を、一部排除しないといけないところで、やっぱり1万フォロワーとか2万フォロワーってものすごい並々ならないね戦いだったんじゃないかなと思って、このフォロワーの増やすことの難しさと、あとだからこそ1000人であっても2000人であっても自分をフォローしてくれることの喜びってのがあるのかなと思ったんです。まあ、この辺についてこう足軽さんどのように感じてるかなっていうのを聞いてみたかったですね。まあ、昔から弱肉強食というね、言葉がありますけど、まあ、クジラにしてもね、捕鯨反対とか言って、運動展開されとる方もおられるし、かといって、サンマでも、アジでも、タイでも食べているわけですから、私は、はい、実際に。はい、タンパク源なんですよ。うん、動物の肉というのはね、その豚肉にしても、その牛肉にしてもね、鶏肉にしてもタンパク源ですから、食べなかってナッパ白菜ばっかり食べったらもうそれこそね、もう元気も出んしね、色がこういうふうに黒くもなりません、色がね、野菜ばっかり食べったらね、それは肉も食べたい時があるだろうし、それから野菜も食べたい時があるだろうし、魚も食べたい時があるだろうけど、でもそれをね、会長言っとったら、私らはそれ、お気持ちわかります、それは、こんな人も おられるんだというのはね、もちろん、それは大変な仕事でね、これは一つの牛にしても豚にしても、命があるものをね、その大半守って振りかざしてから、一瞬でね、心眉間にね、当てて、命を絶つんだから、かわいそうだと思うと思う、できないと思う。うん、僕にはできません、これ仕事だって言ったら俺帰りますわ、帰りますわ俺、すぐその場でやめます、だけどね、やっぱり誰かがせんかったらあかんのね、例えば昔そのさ山の中のね、小さな集落で、例えば隣向こう三軒のおじいさんが亡くなった時に誰かが墓穴掘らんかったら、その昔のザカンっていうお棺はね、入らんのですよ、大きな四角いね。今みたいに寝て入るあのお棺じゃのって、ザカンと言ってね、昔は硬いでお墓へ参りよったね。でも、その地域の住民、7、8軒しかないの地域の住民がね、たくさんあるお墓の、ちょっと掘った骨が出るようなところのお墓を掘りよったわけですから、昔は。はい。それと同じなんですよ。誰かがやらんかったらね、飯も、食べれるし肉もかじることができないし、捕鯨に行かんかったら
クジラ肉も食べれんし、漁に出んかったらイカも食べれない。でもこれはね、命がけなんですよ、皆さん、漁師さん。カズワンじゃねえけどね、転覆する可能性もあるんだから、観光船じゃない、それ作業船にしても転覆する可能性がある中で、取りに行きょうる、それ命がけ取ってきたサンマとかタイとかね、イカとか我々美味しく召し上がるんですから、これはね、仕事で割り切った人がね、仕事として割り切った人がやっとるんです。だから僕はね、その漁に行け言うたら多分行けれないと思うと。で、例えば、牛をね、大浜持って殴ってくれ、これもできないと思う。だから久保会長、その前の職場は辞めたんだと思うと思いますわ。まあ、それは関係ないんですけど。あ、関係ないですか。関係ないです、関係ない。まあ、でもね、これ、はい、これが良かったら、ひょっとしたら僕らでもやるかもしれません。一刀なんぼって浮き寄ってね。自分が生きていくためにはね、これですわ、これ、会長。一等がね、例えば、妥当な相場で一等8万円な8万円。請け負うかい、ああ、請け負いますってやるかもしれません。わからんけどね。その場になってみんかったら、おやか、10等持ってけって言うかもしれん。80万欲しかったらね。それはその場になってみんかったらわかりません。だけど、なんとかね、霞を食べでもね、生きていけるという幸せ感をね、会長、今、自分自身、仕事2年2ヶ月離れとってもね、まだこうやって色が黒くてね、パワーはまだ持っとるというね、現実はね、この2年2ヶ月、本当仕事に出てないんですよ、僕は危ないから。はい。でもまだ霞を食べでも生きとる現実がね、ありますので、なんとか頑張っていけばね、皆さんもドカンカンなりますよ。困った人たくさんおると思うんだけどね。なるほど、ありがとうございます。はい、そこではね、どうしてもね、これはね、おそらくコメントが入ると思うんで、先回りして聞かせてもらいますけども、はい、今ちょっとね、はい、よくある質問が来そうだなってキーワードがあったんですけども、お金のためなら牛も殺すかもしれないっていうお言葉がありましたんで、はい、そうなるとちょっと聞かないといけないことが一個あるんですよ。はい、難しいと思いますけども、ちょっと答えにくかったらまた別の機会に答えるでも構いませんので、はい、質問だけ投げさせてもらいます、うん、もし報酬が良ければ犬や猫でも殺しますか？答えにくかったら今日はいいですよ。答えにくかったらいいです、これ。またそれはね、ちょっと、まあ、同じ生き物として考えれば同じなんですね。でもその韓国とかね、中国の方では食肉か犬肉文化というのがあるらしいんですけど、赤肉ね、はい、赤犬の肉。だから日本にはないですよね、それは。昭和30年代まではありました。あったかね、はい。だけど、まあ答えにくいというか、まあ多分できないと思います。犬とか猫はね、ペットとして飼いと、はい、飼われとる愛玩動物はね、できないと思います。ちなみにですね、足軽さん、はい、はい、手袋、作業用の手袋っていうのが犬の皮から作られていることをご存知です。これは国内で作られています。手袋はね、豚皮って書いてるやつは犬の皮ですか？あれ豚皮って書いてるのは豚だと思いますけども、実際にワンちゃんをお湯につけてふやふやにして皮を取って作っている工場もあるんで、見に行ったことがあります、私。ああ、なるほどね。僕はそんな高級な手袋はめたことがないんでね、よくわからんですけど。あとね、ダイソーでね、はい。太鼓があるでしょ。はい。お祭りに使う太鼓。太鼓の布も犬や猫なんですよ。なるほど。日本の文化伝統はこうして動物たちの犠牲に成り立ってるんで、別に食べるだけが犬猫の末路じゃなくって、ちゃんとね、人間の娯楽のために、こうやって、なんか言ってみれば意味もなく殺されてるんですよね。それはね、やっぱり今度は宗教的な今度は発言になりますけどね、今度は。人間っていうのはね、亡くなったら、魂っていうのはあるって皆さん言われる人もおるし、こんなことを私が発言したらちょっと誤解を生じるようなことになるんでね、あれかもしれんけどね、亡くなったらもう僕は終わりだと思って考えとるんですよ。だから私の父親も2年ほど前亡くなりましたけど、戒名も何もない、生きとる時からね、父親が訓練しとったんですよ。
うんうん、私が宗教法人の責任役員でね、法人責任役員としてこんな発言をしたらちょっと良くないかもしれませんけどね、寺のあの坊主にね、開名料30万払うよりはだね、50万払うよりは、己がね、美味しいもの食べた方がいいじゃないですか。だから父親には言うて聞かしとったんですよ。もし、はい、亡くなった時に、生きた時に話しとったんですよ。うん、閻魔大王があの世へおったら、うん、お前、戒名は何て言うんだと言われた時に、いやー、私、実は戒名ないんですって、本名を言うて通らせてもらえってか、教育しとったんですよ、父親に。はい、でもし通らせてくれんかったら、うん、ね、ガーッと通らせてくれんかったら帰ってこいと、父親に言っとったんですね。うんうん、はい、帰ってきません、まだ2年経ったんですけど。だからまあ戒名がどうてはあの世に行けるんかなと、私自分自身が身をもって体験しました。夢にも出てきませんからね、ほとんど。はい、だから戒名がどうても、まあ戒名っていうのは自分でも作れますしね、自分で作り方があるんですけどね。うん、まあお寺も今頃そんな生半可に儲かるようなあれじゃないですよ、法人じゃないですよ今頃。そう簡単にね。はい、そこは一つお寺ってものの影響力が弱くなってるなっていうのは感じるんですね。はい、片方では、はい、10年前20年前まで存在しなかったスピリチュアルっていう職業が出てるのも確かなんですよ。で、例えば、うん、死後の世界とか魂に関しましては見たり感じた人は信じてるんですよ。見ないし感じたことがない人は信じてないんですよ。これ大きな、いや、ありますよ会長。ん？俺もありますよ、それは悲しまれようたりね。はい、それから、うん、ありますよ、いう、はい、火の玉を見たこともありますし、これは輪が模様ですよ。はい、はいはい、で頭の上をね、悲しまれようってから人が歩きよんのも体験ありますよ、こりゃ。ジャケットではね、これはね、若い時に皆さん体験するんですね、これは。うん、で、ある程度年を取って自分がね、うん、もうこういうふうに白髪になってね、うん、白髪になって、お白髪になったらあんまりそういうことはね、感じなくなってし、敏感から鈍感になるんですね、これ。あ、それ足軽さんの個人的な感想ですか？僕の個人的なあれですからね。はい、で他の人はそうじゃないかもしれないって感じですかね。いやー、おそらくみんなそうだと思うと思いますよ。あ、そうなんですか。はい。まあ、いろんな感じ方がありますんで、いろんな意見があってもいいとは思うんですけども、まあ、そういうお考えももちろん尊重されるべきだと思います。あ、で、そのどちらにしても死後の世界って見てきたよ、帰ってきたよっていう 人がめったにいないっていうか、私はちょっとね、いないような気がするんですけども、それでもなんていうのかな、死んだ後どうなるのかなっていう好奇心は持つ方はやっぱりね、ゼロにはなんないと思うんですよね。いや、それはね、まあ、霊魂不滅の思想であるけどね、うん、その人それぞれのお考えでよろしいと思います。ある、ね、あると思うって思う人は、うんうん、あると思うって思えばいいと思うし、はい、うん、僕自身はまあないと思うって思うとりますんで、うん、はい、なぜかというと、まあ有名なライバーさんにね、うん、ライバーさんに関東の方からお越しになってもらってね、うん、心霊配信をしてもらったんですよ、去年の秋口。はい、うん、でこれは絶対出るぞというところ出んかったからね、うんうん、出んかったから、まあやっぱりないんかなと。なるほどね。ないんかなと。まあそれらしきことは感じることはありますよ、うんうん、だけどやっぱり、まあ気の持ちようで怖い怖い思うと思うとやっぱり怖くなるしね、うん、怖くない人は怖くないんだと思うと思いますよ。これまたこの話はまた次回ね、続きをね、ちょっとやってみたいですね、これね。これはこれでやっていきましょう。大勢交えてね。はい。よろしくお願いします。こちらこそ。足軽さんのお考えをもってすると、人生ってのは、例えば100年弱で終わってしまって、あとは何もないよってことになって、それは本当にそんな部分もあるかと思うんですよ。うんうん、この前提でお送りするときに、じゃあですね、焦らなくてもゆっくり稼いでいけばいい。ゆっくり夢を育てていけばいいというのは確かにそうなんですけども、残念ながら私たちは年を取ってもう40代50代なんで、ゆっくりしてられる時間がないっていう風な考えも、これは現実あるんですよね。だって50代過ぎて金がないっていうのは本当に恐怖だと思うんですよ。60代70代でゆっくりやればいいよって、いやもう残り時間ないんだよ、実際死んだら終わりじゃないかって言われたら確かにそうなんで、そういう意味を込めて早く稼いでいこうよっていう風な応援の意味を込めて、速稼塾っていうタイトルあるんですよ。
ですので、速稼塾は絶対に早く稼げますよってことを約束するメッセージじゃなくて、頑張って早く稼がないと僕たちもう40代だよ、50代だよ、10代、20代の若者ではないんで、ゆっくりはできないんだよっていう風な、ちょっとね、けしかける意味も込められてるんですけども、ゆっくりやっていけばいいっていうのは、どのぐらいのペースのことがゆっくりなのかなとか、どのぐらい急がなきゃいけないのかなっていうのは、一人一人また考え違うと思うんですけども、私は少なくとも40代、50代で、お金に困ってる状況、もしくは今みたいにちょっと仕事がやりにくい状況からは、一刻も早く脱出しなくちゃいけないんじゃないかなっていう考えはあるんですよ。先ほども芦川さん言われたように、報酬が良ければやるかもしれないねっていう考えは一つあるんですけども、じゃあお金が十分あったら、ギャラが高くてももうやらないっていう選択、つまり自分のポリシーを守ることができるのかなと思うんですよ。ですので、私はこれからもね、お金に対する問題解決を多くの人に提供していきたいなっていうふうに、Twitter も YouTube も使っていこうと思うんです。で、実際にお金の心配がない、時間の心配がない、残りの人生をゆっくり豊かに自分のポリシーを曲げずに過ごせるとしたら、芦川さんはどんなことがやってみたいです？まあとにかくね、お金抜きのことが僕は人生ずっと今までね、お金抜きで生きてきましたんでね、うん、銭や銭やというもんもおるけどね、僕は実際に今までの活動の中でお金抜きで体を張ったこともありますし、他人事でね、他人事でな、もういらんおせっかいでな、もうういらんこと これしとったらええかったやつじゃね、僕が口がね、すぐ荒れるだけにね、荒らすだけにやっぱり皆さんの注目を浴びて、それお世話になったこと何回もあります。でもね、本当の真実をね、もうここへためれんのんですよ、僕は。悪は悪で、ね、悪いことをしょおる人間は野放しできんのんですよ、バラしたらなかったね。それをね、バラす人間もおるから、悪いことを千人あれに睨まれたらダメだからだな、もうやめとこうかという、ある程度の抑止力にもなるんですね、うん、僕はずっとその今までね、そのなんていうんですか、集団で例えばまあ言い方が悪いんですけど、人を懲らしめてやろうかとか、そういうことはしたこと一回もありません、僕は、うん、いつも僕は一人なんですよ、うん、これがね、まあ自分でカッコつけて言うたらいけんけどね、会長、これがアウトローや、これが本物の、はい、カッコつけて言うんじゃねえんだけど、お金じゃないんですよ、はい、やっぱり社会正義ですよ、やっぱりね、はい、はい、そういうことをこれからもやっていきたいなと。やっていきたい、はい、はい、とても素晴らしいことだと思います。ぜひね、やっぱこう弱い者いじめとかじゃなくって、自分の、まあ、正義というか、まあ、う、魂を貫き通すためにね、欲得なく損得なく進めていっていただければ、こんなに素晴らしいことはないと思うんですよ。ほとんどの人生もそれに過ぎやしてね、はい、僕はお金を持ったことはありません、はい、今にもね、お金に換算しようと思うとすごい金額になるんです、今、うん、親父も亡くなって、今相続も何もしてないんだけどね、うん、非常にうちはまあ休暇で資産家と言ったらいけないが、お金がないだけのね、敷地はもうびっくりするような面積があるんですね、うん、なんであいつおらんのだろうかなんてみんな笑いおるかもしれんけど、うん、それでもいいんですよ、夢がある、うん、なぜかというとら、動物と共に3階が猫で4階が犬で5、6、7階とね、避難所したらええんや、3000坪くらいうちあるんですから、うん、なんも宅地分譲してね、大きな分譲地にしてから民家になって、どこの誰が来るかわからないところで住ましたら必要ない。うちはね、僕はまあ後がおらんのでね、もう行政にあげてもいいんですよ、うん、その代わり上も当たってくださいよと、うん、1階が駐車場で、2階が事務所ロビーで、3階が猫と老人、4階は犬と老人、うん、5、6、7階を避難所したらいい。そういうふうなね、福山で申しますと、まあ、なんていうホテルがあったかな、福山の。大きなホテルが2号線沿いにもありますけどね。ニューキャッスルですか。ニューキャッスル。あいなホテルが5つも6つもできるぐらいのね、敷地はあるんです、うちにはね、はい。それが最後の僕の夢なんですよ、最後のね。はい。もう、まあ、ぜひ、叶えていただきたいなと思いますね。叶えます。叶えるためにね、はい、御身大切に、自分自身で言うたいけんけど、御身大切にしとんですよ。はい、でここでね、一つ
視聴者さんがものすごく興味のあるテーマに切り替わってくるんですけども、はい、足軽さんは銭金なく俺はやっていくんだっていう本当に熱い思いがあると思いますけども、はい、ほとんどの人はお金がないとやっていけないっていう現実があるんですよね。これやこれやここここ、例えばね、はい、例えば税金だって望まないのに払わなくちゃいけないから、そのために借金をしていく人もいるし、うん、まあ、今おタバコ吸われましたけど、おタバコもただではくれないですよね。はい、それからスマートフォンでツイッターやろうと思っても基本料金かかるんで、はい、結局お金に興味がない人もお金のことを解決しないと生きていけないっていうところがあるんですよ。で、先ほどもホテルを建てたいっていう夢も、まあ、結局は無料で働いてくれる方がいないから、銭金なく俺はやるぜっていう人が集まればいいんですけども、多分そんな人があんまりいなくって、だからこそ足柄さんの存在、うん、あ、おタバコは全然吸われても構わないんですよ。はいはい、すいません。足柄さんの存在っていうのは貴重なんですよね。ですんで本当に銭金なく夢を実現してしまうことがね、多くの人をほらお金とか関係ないでしょっていう何よりも証明になると思うんで、そういう意味で私はすごい素晴らしい、あの待望、大きな望みを持ってらっしゃるだな、うん、方だなっていうふうに今日は確認できたんで、非常に心強いんですよ。もうちょっとね、指導が遅かったんですけど、これが2020年の初頭であればね、皆さん指導しとったんです、これ、私から。はい、あの今、閲覧者が何人おられます？今ですか？今4人です。はい、あ、4人。はい、すぐの お金はね、ちょっと無理だったかもしれんですけどね、うんうん、あのコロナ来た時、俺はチャンスじゃないって言ったんですよ。はい、あ、なぜかと言ったら、やっぱこの事業支援ね、はい、どういうふうにしたら事業者として認めてもらえるか。うんうん、これはあの税務署に1枚紙切れを掘り込むだけよ、これ、うん、開業届、うんうん、開業届をして決算すればいいんですよ、うん、白色申告でも何でもいいんですよ、青信でも、青信はちょっとややこしいんで白でいいんですよ、うん、それで食いつないできてる人いっぱいおるんですよ、ここの切れる人はね、うん、だけどもう政府も支援が終わったんで、うん、もう これ以上ね、今から申し上げてもしょうがないんで言わんのんですけど、うん、あのもう本当言うたらね、2年前にね、うん、紙切れ1枚税務署に掘り込んで開業届をね出すだけで、うん、あとはすぐに決算をしとけばね、今まで食いつなぐことができたんですよ、うん、だけどもうすでにね、政府の方針としてはもう、事業主はもう、支援しないということなんで、これはまたそのうちあの冒頭とかなんか起きますよ、これみんな倒産しますよ今度はみんなねゼロゼロ金利で借り取る人間みんな破産宣告されるんですよ、これ、うんうん、みんな払う必要ない、こんなは俺らが悪いんじゃねえのにね俺は日本政府が下手打っとんの、日本政府が責任取ってくれんかったね、ああなあ、もう1万5000ずつ返していくことないですよ、100回も200回もね。ゼロゼロ金は免責になる見込みですけども、ああれ免責になりますか。はい、あでもセーフティーネット4555役は免責にならんでしょ多分。そちらの方はまだ聞いたことがないですけども、でしょ、西田昌司参議院議員を中心に片山さつきさんと、あと岸田総理も政調会長時代にそれを進めてたんで、実現するんじゃないかなという。ああなるほどね、まあそれはね我々が悪いんじゃないんです俺は会長、うん、うん、まあ久保会長に申し上げるんじゃないんですけど、うんうん、それは日本政府が下手こいとやからね、日本政府に責任持って決意とかね、うん、俺はもう改正とる手挙げますよ一番に、おいねそれはどうかって振れへんだね、こうやって一番に振ります、はい、俺それをね、よろしくお願いしますで、この前提があって、はい、同時に私はね、70年前の日本のことを思い出すことがあるんですよ。なるほど、はい。毎日のように空襲で爆弾が降って、うん、日本中の人の財産が燃やされて、貯金も預金課税で 90% 持ってかれて、うん、それこそ日にちの、はい、まあ、日本国民だったわけですよ。そこに復員兵さんが帰ってきて、兵隊さんも何の保証もなく、傷病兵として、うん、ハーモニカを吹き鳴らして駅前でね、言ってみれば小銭をもらってなんとか生きてた状態です。でも日本国民は自分たちの力で闇市を中心に経済を発展させて高度経済成長まで持ってきたっていう、その政府の支援なんてなくてもやってこれたこの時代はどういったところからこのパワーが生まれたのかな。当然インターネットもないですから、それは魂ですよ、やっぱり日本人が持ってるこの中に流れとる、はい、血が流れとる魂ですよ、日本人の。これは日本人の根性ですよ。それを今はどういうふうに使えばいいんでしょうか。はあ、まあ今はどういうふうに使えばいいとか一級に言われても困るけどね、やっぱり自分をね、もう投げてでもね、もうここでね、首が締まってニッチもサッチも首が回らんっていう人はね、もう諦めて命は取ったいけんよ、はい、自分のね欲望をもう全部煩悩を捨てる、煩悩欲をね、
それでもう霞、はい、息あの空気はタダですから、うん、水道の蛇口ひねって水飲む、自動販売機はこのお金、あのね、飲料水なんか通ったらいけんよ、はい、霞を食べるというのはね、そのなんもご飯を食べたらいけんということはないんですよ、うんうんうん、とにかく質素な生活で節約しながら生きていく、うん、今はもうこれしかないと思います、そりゃ、はい、で、まあ、まともな仕事もないしやね、うん、俺行ったらブラック企業だったとか、うん、そういうふうなね、被害に遭わないためにも慌てて行動せんでも必ずチャンスっていうのは来ますから、必ず皆さんに、うん、皆さんに来ますから、チャンスが、会長だけじゃない、会長はまだまだお若いからこれからチャンスは何回でもあります、俺は、まあ、それがね、うん、足利さん、チャンスって、はい、これがチャンスですよっていうふうに札がついてないんですよ、気がつかんだけや、それは、そう、気がつかない人がほとんどなんで、人生を棒に振るからチャンスじゃなくて自分の力を高めていきたいっていう思いなんじゃないかなと思うんですよ、うん、それはね、もうここやここや、魂や、自分の気を強く持たないけ気が弱い人はどうするんでしょうか、気が弱い人も、僕らが気が弱かったよねもう気が弱かったら街の中一杯飲んでね、気が強くなってこうやって歩いてみて、こうやって歩いてみて、おい、あんちゃんやって絡んでくるんがおるけ、ボコボコやられたら強くなりますよ、俺は一回ありがとうございます足軽さんらしい回答でございます。それではもう一つ二つお尋ねして、はい、だんだん終わっていこうかと思うんですけども、はい、足軽さんはね、どんな時も一人で戦ってきたっていう心情をお持ちだと思うんですよ。はい。ね、例えば、はい、誰かと何かこう、争い事というかね、はい、なんかこう、五分で戦う時も、はい、仲間を呼んで、うん、一人に対して徹底的にやるじゃなくってね、1対1でやるみたいなね、はい、時には、1対10ぐらいで立ち向かっていったこともあるかもしれません。ああ、それはしょっちゅうです、それが。しかしね、ここで一つ、はい、多くの人が思ってる疑問なんですけども、はい、足軽さんみたいに一人で10人力の人はいいんですよ。はい。でも、一人で半人前の人って、もう一人じゃ立ち向かえないんで、団結しないといけない時があるんですけども、それについては、やっぱりどう思うのかなって、うん。いや、それはそれでね、構わんと思いますよ。うん、一人でね、解決できないときには、そのために友達というのがおるんだからね、みんな。ええ、それはだから、1対1の原則に反するじゃないですか。いや、それはもう、その人によりけりですわ。うん、だから、俺みたいにやけくそがおってね、例えば10人前に立ちはだかれて、おどしたなもって思うてもやな、おい、よけよけって真ん中ごめんせい通っていく人もおればでね、はい、それは迂回路してでもでね、はい、遠回りをしてでも行くような人が、これが、うん、20人になったら10人の方が今度は小さくなるじゃないですか、はい、グループがそうなると仲間を20人作ったらええやん、はい、客観的には1対1でも1人の人の中身が10人前だったら、それはそれで不平等なんじゃないかなって声が上がるんですよ。ああ、まあまあその時のまあ、その人の考え方ってね、僕が何とも申し上げるというわけにはいかんのでねその記述をこうすればいい、ああすればいいとか指導ができんのでね、はい、まあ、それはさっきのね、気持ちの強さ弱さにも関わってくるんですけども、気持ちの強い人はいろんな場面を切り抜けていけるんですけども、そもそもちょっとのことで折れちゃう方とか、もともとすごく引っ込み思案で消極的な方に強気でいけばいいって言っても、その人はどんどん引っ込んじゃうだけなんで、ひどい時にはこううつ病になっちゃったりするんで、そういう人はどうやって引っ込んだらいいのかな。あのね、会長、会長、はい、うつ病というのは存在せんから、そんなものは。うつ病という病気はない。僕に言わせたらね、あれ自分で作っとんや、そんなもの。あ、でもそうなってるわけじゃないですよ、自分で作ったにしても。うん、でもね、なんでうつ病になるかって、お金がないからうつ病になるよね。大体、うつ病の人っていうのはお金がなくなったり、生活に詰まったりしたらうつ病になるよね。先行きが不安で考え事をして考え込んだって、こうなって伏せちゃうのね。そうすると知的障害の人にはうつ病がないってことなんですか？いや、知的障害の方はこれは申し訳ない。この方はやっぱあると思います。そういう人は、うん、思い詰めるんで、うん、やっぱり障害があったらやっぱ思い詰めると思います。ああ、やっぱうつ病はあるってことですか？あります。さっきはないって言われたじゃないですか。本当のうつ病と偽物のうつ病があるんですよ。どう見上げるんですか、それは。途中からね、この間までピンピンしょった人間うつ病なんだ、これは嘘や。うん、その人に例えばですよ、うん、間違えて4630万振り込んでいっぺんに治ります、そりゃうつ病がすぐ治ります、うん、そりゃ、うんうん、だけどやっぱりね、そんなことはないんでね、まず、4630万円もね振り込まれて逮捕もされてかわいそうに、
掘り込んだ行政があるんじゃないですか、これ元の根源というのは、うん、俺に言わせた行政がもう 100% これあの自分のね、彼氏じゃねえか思うと思うぐらい、これは不安がっちゃいますよ。はい、そこでですね、今、はい、すごくいい指摘だったんですけども、送金担当者がうつ病になってます、今みたいな意見がたくさん届いて。それは考え込んでしまうから、そうなる。うん、ですんで、ね、やっぱ人の発言って人を精神的に追い込むことがあるんだなと思うんですよ。だから、あの会長、例えばさっきの霊の話じゃないけどね、うん、君の肩には霊がさばっとると言ったら、その人よ、気が弱かった、うつ病になりますよ、ね。気が強い人に言うのは大丈夫なんですか？いや、あんまり大丈夫じゃないですね。ありがとうございます。まあ、これをね、別の、先ほどお話した別の機会で濃くやりましょうみたいな時に譲りたいと思いますけども、ね、はい、まあ、最後にね、ちょっと紹介したい方がいらっしゃいます。先ほどちょっとね、はい、主張してくださってるんですけども、はい、岡山県の朝口ってところがあるじゃないですか。はい。そこに私も毎週行くんですけども、たこ焼き屋さんのね、たこ丸さんってのがあるんですよ。うん、ぜひそこで合流しましょう。はい、ぜひお立ち寄りください。朝口の海沿いにありますんで、きっとタコ丸で検索すると出やすいと思いますんで、この場を借りて皆さんにもね、紹介させていただきます。はい、で、もう1時間ほど経ちましたので、そろそろまとめに入っていきたいと思うんですけども、はい、ありがとうございます。足軽さん、今日本当にね、私がね、語りかけるまでもなく、たくさんの足軽さんなりの忌憚なき発信をしてくださって、私も気づきが多くって、非常に楽しい時間があっという間に過ぎたと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、ところで、タコ丸さんはね、多分ね、よる島じゃないですか。そうです、そうです。あの辺です。よる島でしょう。はい、まあ、多分話をすればすぐ分かると思います。多分そうでしょうね。もう、多分通ったことも何度もあると思いますんで。もしかしたらお会いになってるかもしれないですね、今まで。あるかもしれません。漁連の方にいつもお世話になっておりますんで。ああ、そうそう、あの辺です。大島の公民館、ちょっと岡山の方に。ところですから、はい、もう分かると思います。分かりますよね、はい、よろしくお願いします。それでね、今日の放送を見て、はい、足軽さんに興味を持った方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、ね、足軽さんに連絡を取りたい場合はツイッターでよろしいんですかね。あ、ツイッターでです。じゃあツイッターのアカウントはちょっと足軽さんのね、アットマーク、はい、足軽、最後 L ですね。今ね、コメント欄に貼り付けますんで。ありがとうございます。こちらですね。はい、そうです。ありましたんで。1962です。はい、こちらをぜひ皆さんフォローしてください。はい、倉敷の足軽こと西山と申しますんで、お手柔らかによろしくお願いします。はい、ね、このような竹を割ったような方なんで、忖度なくズバッといきますんでね。まあでも同時に謙虚さも持っていらっしゃると思います。今日の放送でもお分かりいただけたと思うんですけども、はい、特にね、頑固になることなく自分の魂を発信してくれる方だと思いますね。とても魅力的な足軽さんだと思います。ありがとうございます。久保会長、また1回ね、まあ、1回と言わず、2回でも3回でも時間があるとき、これはズームでね、やらせてください、また。ぜひお願いします。面白いじゃないですか。面白いでしょ？面白いでしょ？またやりましょうね。よろしくお願いします、ね。お昼なのに。ありがとうございました、どうも。はい、また改めて。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ失礼します。はい、失礼します。